どうもこんにちは、考えすぎちゃう人です。僕 iPhone はいつも本体のデザインが好きなのでクリアケースを使ってるんですけど、最近少し飽きてきたので今日はよく見るステッカーを挟むやつをやってみようかなと、ステッカーを探したいと思っています。ちょっと待って、あのごめん、ステッカーともかくクリアケースがダサいってマジ？まさかスマホケースで一番好きかつ世間的にも無難だと思っていたクリアケースがダサいなんて、こんなユニクロがダセって言われてるようなもん。これのだって別にどこを見てもそんな、いや2000年以降のスイスだぞ。スイスだったら最低でも1900年代だろ。とはいえこれつい最近のせいだし、ひょっとして流行の最先端とはすでにクリアケースは時代遅れみたいな風潮があるのかもしれない。俺もダサいとして使い続けられるほど高顔無知ではない。なら一体どんなケースなのダサくないんだ。ということで僕はネットでクリアケース以外のスマホケースを見てみることにしました。ダメだ、あれからスマホケースおしゃれメンズとかで調べてみたけど、なるだけ iPhone 裸に近い状態で持ちたい俺としてはやっぱどれも納得いかない。こうなったらかやちゃんに聞くしかない。さすがっすよ。かやちゃんとは俺と同じマンションで俺の親友くんくんと同棲している女の子。彼女は一食中全てにわたって格付けチェックのガクトみたいにうるさく、昔友達5人で選びをしたところ友達の予約した部屋が気に入らず突然気分悪いから帰るとか言い出すようなクソヤマ人間。しかし細かいことは言えないが、そのセンスは周り誰もが認めるもので、このチャンネルにも味にうるさいお姉さん、そしてルンバに酪農を片付けた人として登場してるから要チェックや。もしかやちゃんもクリアケースはダサいというなら俺も納得して前へ進める気がする。そして本当におしゃれなスマホケースを選んでもらうんだ。質問、スマホのクリアケースなんかダサいっていう聞いたんですけど、どう思いますか？そう書いてあってびっくりした。どこに書いてあるの？2ちゃん。ぶっちゃけどう思う？クリアケース全然ダサくないです。ええ、でもなんか自分のスマホケースがダサいかおしゃれか気にしすぎることしたいかダサい気にしてるでしょ。ダサい。スマホケースにダサいのクソもない。確かに言われてみればたかがスマホケース、でもそれ以上に今俺は思った。もしたとえ誰かが俺のスマホケースをバカにしようと、どんなにダサいと言われ悲しい思いをしたとしても、火を貫けない方が悲しい。そうさ、好きなものを人の意見で変える奴のよっぽどダサい。そういう短い人の人生、この世界で俺たちが心から好きになれるものなんていくつあるだろう。それを守れずして何がかっこいいんだ。スマホケースだけじゃない、こんな職業のとこはダメ、こんな服の女には気をつけろって、好きなのに、好きなのにこの世界はいつも俺たちを縛りたがる。確かにその全てに従えば誰にも嫌われないかもしれない。でもその際俺には一体何が残る。レザーケースはプロでスマホ触りづらいから俺は無理って言ってるよ。そう、好きは自分を表現するための鏡、そして次はあなたの番です。自分が自分らしくあるためあなただけの色だって言うてるやつがクリアケースなの。やっぱダサー。